解散？解散したよ。うん。解散した。終電あるからね。大丈夫？ OK？ じゃあ楽しんでってください。ういっすういっす。一緒に頑張りましょう。はい、ワード2。プリプリの精子さんいらっしゃい。そこ家？俺の家だよ、ここは。杉分けさんかな？杉分けさんいらっしゃい。楽しんでってください。和道です。はい、どうも。いろはさんいらっしゃい。普通に読む和道さん面白い。いや、プリプリの聖書は俺結構いい小手半だなと思ってますよ。卑猥でいいですね。嫌いじゃないですよ。はい、ワード2。のんたんいらっしゃい。レイアウトのセンスある。そういう作りにしたい。これはね、配信で見せるように作ってるセットだから、実際の部屋だとすっごい狭い。あのね、これくらいしか幅がない、足入れる場所が。無理やりその YouTuber の YouTube の学校があるんだけど、クリエイティブアカデミーって言って、そこでね教わった技術だね。もうセットを組んでる感じ、配信用に。すっごい狭いよ。ありえないぐらいの狭さ、机との間とか間隔とか。これはね、うなちゃんマンとかがうまいね、比較的。こういうセット組むのとか。うなちゃんマンを参考にしながら、勉強して作り上げたセットです、このセットは。ワード2、ハッチいらっしゃい。楽しんでて。今日もよろしく。配信特化の配置、そうだね。引きで見るとすごい狭いよ。引きで見てみる。引きで見たい。あー、でもカメラが固定だからできないわ。引きで見せらんないわ。引きで見せることできるかな。やってみようか。今結構ね、そう、異常な作りしてる。テレビのセットとかも結構変な作りなんだよ。テレビとかもあれだよ、アルタとかすごい狭いよ。スタジオアルタとか。俺、笑っていいと思う収録のセット見たことあるけど、するかな。聞こえてた？全然違うでしょ、イメージと。もうこのカメラの中で映る部分だけを作り込むって感じ。そういう見せ方だね。テレビとかも広そうに見えて狭い。狭いよ。もうカメラ映らないところは全然ハリボテだもん。
だからそういうなんかこう見せ方が上手い人とかがセット作るのには向いてるよね。だから普通は美術さんとか大道具さんとかが作るんだろうけど、掃除機かけるのは大変ですね。もう本当にだからコンパクト掃除機が欲しいんだよね、ダイソンとかの。でかい掃除機は手回んない。結婚しましたね、はい。内縁うちうちで。相談です。女の子がドラムを叩いてかっこいいと思う日本の曲って何ですか。あー、ね、女の子が叩いてとかいうよりも、女の子がドラム、あんまりドラマーがいないのって、あのね、パワーがないからなんですよ。だからしっかりとした音を出せるかどうかっていうのが基本で、例えばリズムキープができてて、つっつったんつっつったんっていうよりも、どっつったんつっとっとったんつっとっつったんつっとっとっていう、そのしっかり音を強弱出せるかっていう部分があるから、そのなんていうのかな、パワーをつけた方がいいと思うよ。うん、女の子はねパワーがないから、どうしてもその物足んない空気聞こえちゃうんだけど、パワーがしっかり出てたらいけると思う。うん、さとしさんいらっしゃい。和道の由来、和道の由来は、いや、ノリですね。なんか和から始まる音って名前であんまりないなと思って、人とあんまり被りたくなかったから。だからドラゴンクエストの無道みたいな感じで和道、うん、これはね、あのお香ですね、シャンダンって言って、今お香を焚いてますね。白檀ですね、日本でいうところのお香の煙。入れるかな、お香を焚いてます。白檀の香りです、日本のお香でいうと。だから曲じゃないよ、ドラムは。あんまり曲はあんまり関係ない。うん、カフカのドラマあんま聞いたことないな。クマのジャッキーいらっしゃい。人前で披露するチャンスがあって、初心者だけどいい曲がないか娘が探してた。ドラムがかっこいい曲か。あー、ドラムがかっこいい曲、ドラムっていうかね、なんかドラムってちょっと特殊な楽器だから、あのドラム、じゃあドラムがかっこいいの、スメルズライクアティーンスピリットとかどうすか。スメルズライクアティーンスピリット、これドラムにかなり特徴がある、あの、あれなんで、しかも結構、その、90年代最高の曲って言われてるんで、スメルズ・ザ・ライク・アティン・スピリットは結構いいと思いますよ。ドラムに癖があるんで。自分3月にゲーム出るんだけど、ニックネーム2ヶ月悩んでる。結構ガチ考え、真剣に考えてる。ね、3月にゲーム出るってどういうこと？ね、自分のゲームが発売すんの？どういうこと？ちょっと自分3月にゲーム出るの意味が分かんないかな。情報量が少なすぎる。うん、スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットっていう曲聴いてみてください。結構有名な曲なんで。
女の子で叩けたら相当かっこいいと思うよ。どこ住み？新宿っすね、僕は。新宿です、ずっと。新宿は住みづらい街ですよ。家賃6万っすね、僕の家は。ワンルーム6畳半で、7畳あるかな？ 7 畳あるかないかで、6万っす。北新宿安いよね。北新宿安いと思う。熊田門さん、ありがとう。バーガー、こんばんは。楽しんでってください。こんばんは、いらっしゃい。おい、マキティ、こんばんは、いらっしゃい。作曲できる人ってすごいクリエイト能力あるね、俺には。まあ何かを作れる、表現できるっていうのはクリエイターとして能力あると思うよ、やっぱり。うん、これは全部アドリブなんだけど、かっこいいよね、ギターのリフとかね。これは全部即興で、そのレクチ君がやってんだけど、今のリフとかすげえかっこいいなと思うよ。好きだね。でって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 るてんてんてっ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 て、かっこよかった。これ即興ですね。なジャムってるっていうの。俺もレクシのギター好きだね、これは。音楽で食ってんの？俺は配信で食っててますね。配信が職業です、僕は。音楽では食ってないです。
俺のなりわいは配信です。プロ配信者です。羨ましい。いやーまあ人には勧めないっすよ。配信は大変ですよ、ほんと。俺よく最近、俺も配信で食っていけるようになれるかなとか、配信で食っていきたいって言われるけど、やめとけって言ってる。ほんと勧めないっす、人には。大変なんで。普通に働いた方が絶対いいと思いますね。人には勧めらんないね。絶対音感あるのに音痴の人っているよね。かわいそうな能力だよね。なんか声帯からその声が出た瞬間に音外してるのがわかるらしいから辛いらしいよ。音楽で飯食ってたの19歳ぐらいの時ですね、僕は。カラオケ嫌いなんだ。カラオケはあそこはバカ騒ぎするところだから、歌のうまさを競う場所じゃないと思うよ。歌歌うのって面白いなって感じるところだから、それでいいんだよ。人気商売、年取った時のこと考えると安定はしないかも。一部の人間だけだよ、本当に配信で食っていけるのなんか。うん、だからおすすめはできないですね。歌なんてボイトレすればそこら辺のプロくらいにはなれるのに。まあまあ、あの声帯の使い方を覚える、楽器だからね、声はちゃんと声帯の使い方を覚えたら、あの面白くなると思うよ。声帯の使い方と発声の仕方が分かんないんだと思う、音痴の人って。多分歌い慣れてないだけだと思うよ。日本人は比較的音痴が少ない部類だから、で音感ある人はすぐ慣れると思う。労働強度はだいぶ違う。いやいやいや、配信も結構大変よ。うん、新しいフォロワーさんを紹介しようと思ったら、フォローされてませんでした。和道に憧れる人なんか出てこないでしょ。出てこねえよ。好きな配信者和道って、配信者で聞いたことないもん。演歌は難しいよね。あれはシャンソンに近いと思ってるね。シャンソンにすごく近いけど、独特の拳とかさ、そういうのがあるから、その専門技術っていうのかな。演歌系ロックバンドとかあったり、天城公園、ゆっくりのビブラートだもんね。シャンソンは軽く歌えた。シャンソン奥深いと思うけどな。演歌難しいよね。和楽器バンド、和楽器バンドはかっこいいよね。加藤登紀子の歌とか紅の豚で素敵だった。俺も大好き。時には昔の話を。知ってる？時には昔の話をしようか。通い慣れた馴染みのあの店。
揺れていた時代の熱い風に吹かれて、体中で時を感じた。そうだね、美声だろ。加藤時子いいよね。加藤時子いいよね。大好きだよ俺も。あれは名曲だよね。まあ、シャンソン界の大御所だからな。シャンソンって言ったら日本だと加藤時子じゃん。やっぱ一番最初に思い浮かぶのって。さっきのパンチングマシンで170キロ出たのはちょっと嬉しかったな。のぎへんいらっしゃい。アカウント作ったんだ。ふわっち嫌いだ、ふわっち嫌いだって言ってたのに結局なんだよ。結局作ってんじゃねえかよ。いつの間にかアプリなしでできるように。最近だね。最近もうここあれじゃん、12月入ったから3日前ぐらいじゃないの。ってことはパソコンで見てんのか。スマホ苦手だからフワッチも苦手だった。ふわっちめちゃめちゃ盛り上がってるよ今。超やばいよ。乃木編引くかもしんないけど、俺先月20万稼げたんだよ。やばくね。もう一発のプロ語らせてもらってますよ。レクチオリジナルソング作りてえな。レクチのギターいいよね。尖ってるよね、うん、レクチのギターいい。なんかあの音作りにかなり納得いってないらしいんだけど、逆にその20万のプリアンプの音も聞いてみてえよな。かっこいいよね普通に。20万で満足しない和道がすごい。いや20万じゃない、残るよね。いやギターの音でね、誰が弾いてるか分かるって、もうほんとプロレベルよ。ほんとにプロ。音作りがかなり上手くて、癖のあるギター弾かないといけないから。
ギター買ったよ、乃木編。レスポール買った。ギターはピタゴラス音階、それがよくわかんないんだよね。楽器の理論がよくわかんない。あのヤサ男の見た目でこれだって女だったら惚れてるかもねえ。うん、もっと尖っていいよね、全然ステージパフォーマンスとかね。ステージパフォーマンス磨いた方がいいと思う。レクチはなんか家弾きに慣れちゃってるから、やっぱりレスポールは見た目最強ギターって俺が言ってました。いや、そうだと思うよ。俺見た目でレスポール選んだもん。完全見た目だね、これ。ミニギターなんだけど、かわいいでしょ?6000円で買った。ミニギター、スモールネック。これが俺のギターです。和道スペシャル。パフェプレゼントありがとう。これが私のギターです。レスポールカスタムとか最高に。レスポールカスタム本当は欲しかったんだけど高えからな。あれは最高だよね、ハムバッカー3発ついてて、うん、すごい。それでスラッシュのゴッドファーザー弾きたい、うん、音で勝負したいとかじゃない、うん、どういうことだろう、ちょっとわかんねえな。私のギターですね。音作りはまだ全然してないけど、今レスポールカスタムかっけえよな。パフォーマンスとかはせずに、うん、いやパフォーマンスがやっぱ面白いでしょ、ライブは。俺はライブ派だね、音源派よりも。ライブを重要視したい派だね。ライブ命ですか。エレキにアコギ用のエビゾビックアップつけたらスラム奏法できるんですかね。あ、どうなんだろう、わかん、全然わかんない、ギターのことは。どうなんだろうね。
ピックアップを改造するっていうことはギターそのものを改造するのとイコールだからな。エレキでは。うん。そういうことじゃん、結局。ピックアップ変えるって楽器そのものを変えるのと俺イコールだと思ってるのよ。あの、マイクでしょ？要は、ギターのピックアップって。空き缶にエビゾピックアップつける人もいるくらいだからできるかな。どうなんだろうね。ショウさんかな。ショウさんいらっしゃい、和骨。楽しんでってください。どうも。いらっしゃい。のんたん、起きてる？お茶もらってもいいですか。あざーす。うん、やってみたらいいんだよ。ピックアップなんかハンダゴで作れるんだから。今の BGM、 今これで流れてるやつですか。いいよ。今流れてんのはこれ。うん。Now で流れてる BGM はこれです。クリックしたら使えます。ここのサイトは商標利用可能な BGM も結構多いんで。うん。ここです。ふわっちリプも送れるようになってるし、だいぶ進化してるね。すごいよ、ふわっちの進化は。もうキャスに負けないぐらいになってきたね。まだまだ改良するところはあるけど、うん、あのリスナーの声とかをちゃんと拾ってる会社だね。2ヶ月に1回必ずバージョンアップしてるからね。本気だよこの会社。多分ね、来年あたりにはもう食ってると思うよキャス。あ、全然全然、翔さん、うん、お役に立つて光栄です。この BGM あれだよね、水溜りボンドも使ってるんだっけな。結構 YouTuber の間で御用達らしいよ。俺は全然はじめ社長とか見ないからあれだから。乃木編昔からいるよ。乃木編とクリボーはいなくなっちゃったけど、クリボーと乃木編だけだもんね、10代のリスナー。キャスが一気に消えそうな気もする。いやー、息は長いんじゃないかな。南の帝王いらっしゃい。YouTuber 使ってるよ。うん、使ってる使ってる。このサイトが結構 YouTuber 御用達らしいよ。このフリー動画、フリー音楽サイトが。有名 YouTuber に使われたらね、結構広まるからね。はーい。あ、ありがとう。サンキュー。元気出てきた？よかった。はい、ワード2、ホーリーおじさんいらっしゃい。これ、ホーリーおじさんのコメント結構好きだよ。うん。来る、いいリスナーが来るとテンション上がるよね。うん、これ、ほうじ茶？玄米茶？緑茶？玄米茶か。ありがとう。玄米大好き。玄米茶うまいよね。香ばしいよね。その子、あ、そう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 、ダイソーダイソー。よくわかったね。もうダイソーで一番でかくてプラスチック製のコップ。配信とかだとほら、クラッシュした時にさ、あの、割れちゃう可能性があるから、あと、席からなるべく立ちたくないっていうので、デカめのコップ買ったんだ。これ配信用のコップですね。玄米茶うまいよね。玄米茶が一番、ほうじ茶玄米茶が一番好きかな。お茶うめえよ。
あと、本当にうまい玉露飲んだことあるんだけど、川崎洋平くんに教えてもらった店で、本物の玉露飲むと、マジ震えるよ。日本人はお茶飲むために、お酒も飲むし、お茶のためにご飯を食べるんだっていう理論があって。そう、すべてはお茶のおかずでしか過ぎないって言ってて、その人は。本当の玉露の楽しみ方してると。日本の料理っていうのはすべてお茶に合うようにできてるんだって。だからその人曰くお茶至上主義だね。お茶がすべてっていう。でもそれくらいうまかった。一緒のやつ持ってるんだ、 KB。 玉露飲み行こうよ、今度。八王子だけど、すっごいよ。本当にびっくりするよ。今まで飲んでたお茶って全部、あ、違うっていう。玉露って温度なのよ。で、ポットの熱いお湯じゃないの。まず、ポットっていうか、沸騰させたお茶を、なんだ、急須に入れるでしょ。で、80度ぐらいまで冷ますんだよ。で、茶碗を一回ついで、出してみたいな、茶碗を温めてみたいな、そう、ちゃんとした玉露の飲み方見る。めちゃめちゃうまい。ほんとびっくりする。で、お酒がつまみなの、玉露の。日本酒とか。で、その人に教えてもらったのが、これでもいけますよ、っつって。みりんを出してきたの。で、飲めるみりんなのよ。みりんってお酒じゃん。日本酒の兄弟。清酒っていうのはオス、みりんっていうのはメスで、みりんってもともと調味料じゃなくて、飲み物だったんだよね。で、オスとメスっていう風に言われてて、で、飲める本当にうまいみりんを飲んで、うまーってなって、その後のお茶行ってくださいって言って、お茶飲んだら抜群にうまい。びっくりした、あの店は。ワド、来てくれよ。女リスナースで初見って挨拶したら、常駐以外来ないでって怒られた俺が悪いのか。何？来てくれって何の話？意味がわかんねえわ。何？来てくれってどういうこと？日本語がよくわかんねえわ。ていうか肩が痛えな。昨日の筋トレで肩ぶっ壊した。特攻隊の銃撃剤にも玉露入ってた。突撃本。八王子にその店はあって。でも、うんちくがすごいの、マスターの。ずーっとうんちくを語ってるタイプのマスターで。で、ガラガラなんだけど、全然客入ってないんだけど、そこはめちゃめちゃうまい。料理も、すごいこだわり抜いてる感じなの。バーなんだけど、玉露を押してきたりすんのよ。でも、洋平くんが、ここの店は衝撃を覚えるよって。ただ、マスターがちょっとうるさいけどって言われたけど、俺はそのマスター好きだったね。もう、うんちくをずーっと語ってくれるみたいな。あれでも YouTube に載っけなかったか。すげえうまかったんだけどな、そこ。あれ動画にアップしてもよかったぐらいだよ、ほんとに。めちゃめちゃよかった。なんていうのかな。渋みとか甘みとか全部凝縮されてんだよな、お茶の中に。で、温度でね、結局熱いと壊れちゃうんだよ、その絶妙な味覚が。挨拶したら、常駐来るなって書いてあるでしょ。来るなって言われた。え、ごめん、何を言ってるか分かんないわ、南の帝王。常駐以外来るなって書いてあるって、どういうこと？挨拶したらっていう、誰に挨拶をして、常駐以外来るなって書いてあるでしょっていうのが、何のことだか分かんないわ。俺、自分のことしか分かんないから、誰の話をしてんのかも、全然意味が分かんない。俺、常駐来るななんか書いてないよ。全然新規ウェルカムだよ、俺は。誰の話してんの？ いつもいる人以外来るなってことでしょ。俺、そんなこと言ってないもん。俺、全然新規ウェルカムだよ。むしろ、いろんな人に楽しんでってもらいたいから。俺が否定してるのは、人格否定をする人とか、嵐とか、宣伝とかは嫌いな感じ。新しいフォロワーさん、乃木へっぺんさん、フォローありがとう。まあ、郷に入らば郷に従えっていう言葉通り、配信者に合わなかったら、まあ、合わなかったってことなんだろうな。女リスナー？俺、女リスナーに対してそんなこと言ったことないよ。
女リスナーにそんなこと言ったことないです僕は、むしろ女性リスナーに支えられてこの放送あるんで、すごく大事にしますよ俺は。今寝ちゃった？おい、おはよう、ジャッキー。ありがとうございます。今更だけど壁にかけてあるのはスティックかな？そうだよ。うん。細めのスティック買ったんだ。かなり細いね、これ。ただヒッコリーだから重たいけど、でもね、やっぱサウンドは軽くなるから、そう、手数増やすためにちょっと軽いのも使ってみようかなと思ったけど、煙出てんのはお香炊いてるからだね。赤いスティック、そうだね、赤いスティックいいね、お、ゆうこさん、風船10個ありがとう。最近来なかったね。香川さんのところで放送見たのかな、ゆうこさん。ゆうこさんあれだもんね。香川リスナーだもんね。久しぶりじゃん。ありがとうね。律儀に風船まで。ありがとうございます。感謝。一番でかい音出すには重くて太いの、まあ簡単、ドラムの原理は簡単で、香川リスナーじゃなかったっけ、優子さんって。違ったっけ、どこで見たのかな、あれ誰リスナーだっけ、忘れちゃった、まあいいか、コンソファーで寝てない、後ろにねベッドがある、これは普通に配信用のソファーだね。あの音を出すのは簡単で、スピードと体重だよね。要はスティックの重さとかで、300円ぐらいのスティック売ってるんだけど、あれすぐ折れちゃうの、俺のパワーだと。だからその木が詰まってる材質で、一番まあそのスティックでまあ高級で質が高いって言われてるの、ヒッコリーっていう木なんだけど、でもまあずっと叩き続けたら結局折れちゃうんだけど、ブーハーさんこんばんは。ベッド入ってよかったね。ほう、懐かしいな。ベッド入れる配信な。窓から入れたんだよね。そう。だから、スティックが軽くなると、やっぱりその、アタックっていうのが何だろうな。やっぱサウンドは軽くなる気がするね。それはその脳でリミッターかけてんのか、折れちゃうと思って。もう原理はよくわかんないんだけど。前回の放送ではかなり出てたけど、やっぱフロアタム、タムタムとかフロアタムの音が結構小さかった。あのね、手と足をバラバラに打つって思ってるけど、全然違くて、原理は。なんていうのかな。よくやるのは、パッド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 とかやるんだけど、なんていうのかな。パターンを体にすり込ませるっていう感じに近いかもしんない。バラバラに。ジム通いはしてないですよ。僕は放送で花火が上がると筋トレするっていうのをやってて、で、1ヶ月間で腕がかなり太くなりましたね。ダンベル上げてるんですけど。花火一発につき、ダンベル6回やるって決めてて。結局2000回くらいやったんかな ?1800 回か2000回か忘れたんだけど。多分2000回くらいやってこの腕になりましたね。ちょっと3ヶ月間くらい継続して、太い腕にしようと思ってます。で、今日パンチングマシーンやってきたら、やっぱ重くなってて、170キロ出たね。パンチ力。ジム通いはしてないっす。知人が千葉県のチャンピオンになった吹奏楽ドラマがドラムよりカホンの方が難しいとか言って、打楽器の謎が深まった。あのね、ベースとかと同じ原理だね、それは。あのシンプルな楽器ほど奥が深くて、カホンとかってその、まあ、強弱、例えばタカ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 タ、これって音を高い、強く打つ音と弱く打つ音で強弱を出すの。でも16分でしょ？
これにプラス、その、ここで打つやり方と同時に打つやり方と、リムショットみたいなのがあって、そういう手数で、そう指だけでパララってやるのとかもあるし、そういうので難しいんだよ。要は、太鼓1個でどれだけ表現の幅を広げるかみたいな感じじゃん。だから、普通にさ、カホンやる人とかってこういう感じじゃん。だから単一の音しか出ないけど、上手い人ってなんかこういう感じになるでしょ。こういう動きになるじゃん。上手い人とかって。なんつうの。多分そういうのだと思うよ。まあだから足でどう踏むかとか。うん。こう。うん。それが難しいんだと思うね。うん。うん、詳しいわけじゃないけど、うん、まあ楽器はね、一応ドラムやってるから、うん、だからよく俺タンバリンってみんなプロタンバリンとかいるの知らないでしょ。タンバリンっていろんな音色出るんだよ。みんなパンって叩くだけだと思ってるけど、タンバリンってほぼ叩くことってないの、プロって。そうじゃなくて、シャカシャカやったりとか、ダラララってやるの知ってる？ツバつけて、指湿らして、ダラララっていう音の出し方あんの。あの、縁をこうやって親指でやって、タタ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 っていうのを細かくやって、ダラララって音が出るんだよ。そういうね、奥深いですよ、タンバリンとか。プロタンバリンなんて、なんだっけ、倉橋よえ子のライブでしか見たことない。うん。楽器は奏でる人によって表情変わるから奥深いよね。全然変わるね。全然変わる。ドラムって練習場所が限られてて大変。河川敷が落ちても迷惑かけちゃうし。だからね、ドラマーは田舎の方がうまいですね。畑育ちの人の方がドラマーうまい。これ鉄板。農家の家の出身のドラマーとかがうまいんですよ。農家のドラマーはうまいです。やっぱりね、V ドラムだと限界があるんだよね。あれはやっぱエレキだから。ドラムだけは生がいいんですよ、やっぱり。でも今の V ドラム かなり成功になってきたけど。いや、今のね、あの V ドラムって言って、あの、どこだっけ？パールだっけな？ V ドラム出してんの。V ドラムはどこだ？ローランドか。ローランドから出してる V ドラムはメッシュだから、あの、うるさくないよ、パッド。もうそれはね、俺がガキの頃からパッドが出始めてた。パッドっていうかゴム板じゃなくて、メッシュのやつが、サササッって音がするね。
かなりその生のリアルのものに近くなってきてますね。だからまあ別の楽器だと思った方がいいかもしんないね。生ドラムは音がでかすぎてバンド初体験のボーカルがドン引きしたのはいい思い出。まず飲まれるからね。ボーカルっていうのが普通のカラオケで上手い人レベルだと思ってるけど、ボーカルって超声でかいの。ボーカルが本気で出すと地響きするぐらいなんだよ。本物のボーカルが声出すと。すごいよ。やっぱ発声とか、ブレスの長さとか。こんな音出してんのっていう。楽器にしてるもん。やっぱ。だからなんつうの、ギターの爆音、ドラムの爆音、ベースの爆音で、実はマイクで拾える音って限られてんのね。その中でパワフルな声出してるから。それはね、多分ね、この前、一緒にスタジオ行った正義の味方はわかるはず。自分の声が全く聞こえてなかったと思う。でも、しかも声量を出せばいいって問題でもないから、いい声で声量があって音程が取れてないといけないから相当難しい。農家ドラマは上手いのは本当ですよね、わら。デブなのに100メートル走10秒で走るんじゃないかと思わせるぐらいの2バスのどこどこ。やっぱね、地元で同年代ですっごい上手い2人がいたんだけど、で、1人はプロ行ったし、もう1人はプロ確実に行くだろうって言われてたやつなんだけど、この2人やっぱ農家だったね。地元で1番2番競ってるドラマーは。ハートプレゼントありがとう、のんたん。やっぱ農家は強いっすよ。だだっ広いところ生音でガンガン叩くんだもん、あいつら学校終わったら。だからね、アメリカはほらガレージがあるから、あと家の間隔広いから叩けるし。おお、のんたんどうした。のんたん花火ありがとう。なんか、のんたんから花火久々だな。付き合ってから初めてじゃない？どうした？なんか、あれだな。あれだな。身内にもらうと恥ずかしいな、なんか。でも嬉しいよね。身内でもファンだよっていうメッセージだから。大丈夫？のんたん、花火ありがとう。今日一発目の花火です。のんたんかわいいよ。よし、いきまーす。1 2 3 4 5 6。のんたん後ろにいる。のんたんありがとう。のんたんに一番のファンでいてほしいもんね、やっぱり。奥さんが一番のファンってかっこいいでしょ。体調不良で筋トレにドクターストップがかかってしまった俺の分までマッチョになってくれ。あー、ドクターストップかかったんだ。マジか。ラブラブで羨ましい。そうかな？俺別にラブラブかな？普通にしてるだけなんだけど。でも仲いいっすよ、基本的には。基本的にはすごく仲がいい。俺は彼女と。彼女とというか嫁。嫁とは。俺はだからいつも言ってるけど、この人だなっていう感覚あるから、俺の中に。俺の携帯どこだ？あれ？携帯電話。ん？携帯どこやった？あれ？あれ？携帯どこやった？俺。
あったあった。入籍はしてないけど結婚した。初コメありがとう、藤崎さん。どうも、ワドです。ありがとうございます。楽しんでってね。こんな時間だけど、試しにノリノリでカホンを叩いてみたけど、誰にも怒られない。だってお前が住んでるとこ超田舎じゃん。畑しかないじゃん、本当に。畑っていうか森だよな。乃木編が住んでるところは、うん。家もでかそうだしな、あの辺は。うん、ダメだよ、でも夜中の12時超えてカホン爆音で叩くとか。カホンいくらのやつ使ってんの？ 3 万ぐらいのやつ？カホンピンキリだからな。ほんと楽器好きだよな、乃木編。バイト代全部楽器に費やしてるだろう。あ、5000円ぐらいのカホンあんだ。へえ。あ、結構安いのもあんだね、カホンって。知らなかったわ。1万6000円のやつか。バイト代は楽器に費やしてんだ。楽器は宝にした方がいいよ、ほんと。使い込めば使い込むほど良くなったりするからね。楽器は値段じゃないかな、ほんと。ある程度までは値段なんだけど、うん、なんかいい音が鳴るようになってくるからな、ほんとに。使い込んでくると。俺 DW のペダル売っちゃったかんな。 DW のペダルだけは売らなきゃよかった、本当に。あれ本当最高、 DW は。男前そう。いやいやいや、勘弁してくださいよ、何も出ませんよ。うん、DW やっぱ高いな。
家に防音室は欲しい。いや、大変よ。防音は。1000万ぐらいかかるよ。100万ぐらいのさ、プラスチックのやつなんか、あれ全然防音じゃないから。本当の防音やりたいんだったら1000万。で、コンクリートで、まず、部屋の中を埋めるんですよ。で、今度部屋の中にコンクリートで埋めて分厚くするじゃん。で、その中に浮かせたコンクリートの部屋を作るの。だから二重構造のコンクリ構造なんだよ。本当の防音って。そう。空中に浮かせんの、コンクリを。そう。コンクリで初めて防音だから。俺、仕事でヒゲ生やせないから羨ましい。あー、そっかそっか。俺はヒゲは結構、ヒゲがないとね、顔の輪郭がなくなっちゃうんだよ。そう？どういう風に変わった？いらっしゃい、リナさん。雰囲気変わった？田舎者嬉しい。祖母がカラオケボックスを購入。防音最強。いいなぁ。いいなぁ。羨ましい。まあ、田舎で、トレーラー買ったら最強だよな。出身は成田ですね、僕は。で、その乃木へっぺんっていうのが地元の後輩に当たるんですよ。ちょっと離れた場所に住んでるんですけど。ハートプレゼントありがとう、のんたん。ヒゲかっこいい。なんか漫画みたいなヒゲだよね、ここはシャキーンって尖ってて、俺も体毛濃すぎるからいっそのことヒゲ生やそうとしたんだけど、山男みたいに言われてどう整えたらいいの。俺がよくやってるのはバリカンで長さを整えるんですよ。眉毛とヒゲともみあげのバリカンでヒゲカッターっていうのドンキホーテにいいのが売ってるから2000円で。で、まず長さ整える。で、俺ここを、まずもみあげに沿ってここをまっすぐ剃るんですよ。こう T 字で。で、ここは整うでしょ。で、あとはここに長さがあるから、ここをこう横でビーってもみあげまで。そうすると、ここは綺麗にこの太さともみあげの太さが一緒になると。で、ここを剃って、ここを剃って、っていう風にやると、こういう。で、ここのラインで、こう上向いて、ここの顎のラインに合わせて、こうビーって剃っていくって。下を。下も、ここまで生えてるから、俺。うん。だからそうすると、こういう繋がった感じになるのと、あともう一パターンは、ここを山にする。ここの部分をまっすぐ尖らせて、ここも細くして、山にするタイプと、あと、ここの部分を削るパターンがあるね、俺の中では。ここ、剃っちゃうっていう。うん。顎ひげってやつ。成田田舎だよ、全然。成田はほんと畑しかないっすよ。成田って言うとみんな都会だと思ってる人いるけど、それ空港のイメージだからっていう。で、空港って相当遠いんだよ、成田市外から。外れなんだよね。結構成田都会だと思ってる人多くてびっくりする。新しいフォロワーさん、ロマンス姫さんフォローありがとう。バリカンと T 字カミソリで、で、T 字カミソリでも抜群におすすめのはジレットだね。ちょっと高いんだけど、ジレットが俺は、T 字カミソリの完成形だと思ってる。ジレットに勝てるソリ味ない。ヒゲ濃いから普通の T 字カミソリだと止まっちゃうんだよ、ビッて。で、それで滑って切ったりするんだけど、ジレットで、切っちゃったことないね。鼻の下も生やす時もあるんだけど、やっぱりその、老け顔になるっていうかね、な侍みたいになっちゃうから、一応仕事やってるからこっち側だけにしてるけど、清潔感も出さないとと思って。清潔感とワイルドの融合だから。ジレットもシックも両方使って、シックはダメ。シックはダメ。体毛濃い俺が言うんだから間違いない。シックは本当に良くない。あれはね、ジレットをパクってる日本のメーカーの悪いところ全部出てるよ。シックって日本メーカーじゃなかったっけな。やっぱね、ジレットが最強。
ジレット推しですね。いい生え方をしてる。ありがとうございます。侍といえば2回だけ成田でちょんまげ言って歩いてる人見たことあるけど、あの街やっぱ変だわ。成田って結構サブカルの強い街だよね。なんか変な田舎具合だから、ちょうどいい具合の変なやついっぱいいるよね。ていうかさ、乃木編知らないかな、あのさ、生の喜びおじさんさ、あの動画見ると必ず京成線の動画じゃん。あの人って京成線ってことは津田沼とかに住んでるってこと？地元だからわかんなくない？あれさ、電車がいつも京成線なんだよ。だから船橋か元八幡か津田沼か成田かっていう。生の喜びおじさん絶対千葉県民でしょ、あの人。動画がいつもね、あの京成線なんだよね。京成ってね、成田と上野をつないでる私鉄なんだけど。京成は桜あたりまでしか行かないからわからない。ああ、じゃあ地元では噂になってないんだ。生の喜びおじさんは多分千葉県民だっていうのが俺の予想。っていうのも京成線に乗ってるってことは、千葉と東京の区間ってどれくらいかな？押上とかしかないから、確率的に千葉県民の可能性高いんだよね。勝手な俺の妄想だ、憶測だから気にしなくていいよ。京成は高いから嫌いって話題なら結構出る。京成高いか？東京まで出るんだったら安いと思うけど。あー違うか、高いか。東京から成田まで750円じゃなかったっけ。800、いくらだっけ、忘れちゃったな。俺千葉の方行かねえかんな、あんまり。千葉が480円だった気がするんだよな、千葉成田間が。 JR の場合京成では千葉行きづらいかんね、乗り換えないといけないから。だから千葉はね、鉄道のあのインフラ間違えたよな、完全に。だからあんな都市がね、めちゃくちゃになってるんだよ。千葉って柏の方が栄えてたりするから、柏、我孫子、あと船橋とかの方が栄えてるし、津田沼も栄えてるでしょ。でね、県庁所在地の千葉がそんなに栄えてないからね。あれはだから千葉行政の町になっちゃったから、裁判所とか。結構変な作りだよ、都市開発間違えた感じだよね、あれは。霞が関みたいなになっちゃってるんだよ、千葉市が。幕張とかもね、行きづらいんですよ、路線的には。ただ幕張は高級住宅街ですね、完全に。千葉県で幕張っていうと六本木みたいな感じかな、品川とか六本木に近いかもしんない、感覚的に言うと。ただ地元民は住まない、幕張には。なんでかっていうと、あそこ埋め立てで地盤が弱いの分かってるから、あの液状化とかがすごい多いんですよ。ハリボテなんだよね、作られた街っていうか。幕張には地元の人は絶対住むなっていうか、あんなの土地の価値がないって分かってるから、無理やりね、側だけ綺麗にしてる街だね。だからまあ幕張はやっぱ富裕層が多いよ。
幕張に本社構えてる会社も多いし。浦安とはちょっと、まあ浦安がと幕張の隣に当たるんだけど、浦安幕張はだから一括りだけど、浦安はどちらかっていうと都内のベッドタウンで下町っていう感じだね。要は浦安まで住んでるってことは都内が通勤圏内の人なのよ。だから東京で家買いたいけど、まあ千葉の方が安いし通勤時間ちょっとかかるけどアクセスもいいからって住むのが船橋とか浦安とかなんだよ。だから浦安はね、どちらかっていうと俺らの中では江戸川区の感じ。え、浦安って江戸川区だっけ？浦安って千葉だっけな。ちょっとわかんないけど、千葉県じゃない人が住んでる感じがする。浦安は。浦安って千葉だっけ？千葉なのか東京なのかわかんない感じ。千葉の田舎には人類史上最大の発明、爆芽ゼリーが売ってるから。そう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 。そうなんだよね。爆芽ゼリー食いたいんだよね。学校の給食で出るやつね。東京に来て爆芽ゼリーが千葉県民しか売ってないっていうのに気づいて、俺ショック受けたもん。あんなうまいもんさ、もっと作るべきだよね。浦安はギリ千葉か。それ超えるの。でもね、浦安に住んでる人はやっぱね、千葉県民っていう感じじゃないよ。俺らからすると。うん。東京の人でしょって感覚ある。爆芽ゼリーって検索、千葉県民だったら学校の給食に出る鉄板のゼリーがあるんだけど、すっげえうまいの、爆芽ゼリーって。栄養価も高いし。ただね、県民は普通にスーパーとかで売ってるもんだと思ってるけど、手に入らないんですよ。浦安、市川、船橋の順に。だからあれだよ。要は東京にアクセス近いかどうかだよ。爆芽ゼリー、そうそう。三崎ママの感じが合ってる。爆芽ゼリーで検索したら多分画像出てくると思うよ。めちゃめちゃうまい。だから何に似てるのっていうと、全然味は違うんだけど、ミロ。ミロみたいな感じ。っていうか、それを配信でやりたいの。俺、ニコ生時代ずっと言ってて、爆芽ゼリー食いたいって言ったら、なんだそれってみんなに言われて。で、乃木編と俺が、爆芽ゼリー知ってるよねっつって、調べてたら、千葉県民のものだってなって、買いに行こうとしてもスーパーが10個ぐらいしかないんだよね。某漫画のせいで浦安は子供が荒れてるしだと思ってた。でもさ、浦安鉄筋家族って千葉を舞台にしてるって感じしないよね、あんまり。俺ら。うん、カメレオンは思いっきり成田が舞台だから、なんつうの、中鉢さんって出てくると思うんだけど、俺カメレオン読んでないからあれなんだけど、中鉢さんって実在するヤクザの人なんだよ。成田に。今でも生きてると思うの。だから中鉢さん会ったことあるけど、その中鉢さんっていうのがどういうキャラなのかわかんないから、漫画において。あれ成田が舞台なのね。うん。すげえうまいよ。あっさりしたミロみたいな。味は、だからミロに近いんだけど、ミロってこってりしてるじゃん。増粘剤が入ってる、ネバネバ感があるじゃん。そうじゃなくて、コーヒーゼリーみたいな食感、要はつるんとしてて、こう、歯ごたえがいい感じの、味はミロみたいな。うん。で、甘いの。甘いし、なんか健康的な感じで。爆芽ゼリーは、マジで、全国区になれると思ってるんだけど、企業がね、あんまり、攻めないんですよね。あれはほんとスタンダードになると思うよ、爆芽ゼリーは。だからね、通販とかでも売ってないんですよ。爆芽ゼリーも富里のスイカも八街の落花生もちょうど全部食べられる頃に住んでる俺し。でもさ、千葉県民ってさ、八街の落花生食わないじゃん。たまーに食うぐらいじゃない。普段からパクパク食べるもんじゃないじゃん。高いじゃん。500g で1000円以上するからね。生の落花生をでもみんな知らないじゃん。お前らあれだろ、生落花生っていう存在知らないだろ。何の義兵、俺ら食ってるもんね、生落花生。マジうまいよ、生落花生。要はみんな乾燥したピーナッツしか知らないでしょ。あれって茹でて、お芋みたいに、茹でたての生落花生、マジうまいから。うん。くれるくれる。高級品だから。通販ないね。そうそう、爆芽ゼリーってね、千葉県民しか知らないんですよ。千葉県民だともう人気の、なんつうの、給食のゼリーだから。いや、ほんと美味しいよ。ねえ、乃木編、うまいよね。爆芽ゼリーマジでうまいよね、生落花生と。あと、富里のスイカはこの前言った通り、世界で一番うまいと思ってる、俺はスイカ。だから、地元だと当たり前だと思ってたけど、東京に出て初めて、あんなうまいもん食ってたんだっていうのがわかるよ。俺だから東京とか他の地域のスイカ食えないもん、まずくて。
富里のスイカうますぎる。シャッキシャキの繊維質で甘いの。千葉に行かんとダメか、スーパーに売ってるのか。なんかね、十何店舗しか取り扱ってなかったと思う。しかも田舎の方で。だから、あんまり広める気がないんだよね。学校の給食と、要は、もう結びついてるから、売り上げはある程度確保できるんでしょ。俺、OEM で、爆破ゼリー、ほんと、なんか普及させたいけどな。どうにかなんないのかな。あれは普及させた方がいいと思ってる。それくらいうまい。もうほんと機会があったら食べてもらいたいね。あとね、成田の青山が、俺は日本で一番好きなラーメン、成田の青山。乃木編、成田の青山めちゃめちゃうまいよな。食った？乃木編。成田の青山。あれは、俺は日本一うまいラーメンだと思ってる。富里のスイカは、皮のギリギリまでやたら甘くて。そうそうそう。そう、下の方って甘くないじゃん。本当に薄いんですよ。下の白い部分が。ぎっちり詰まってる感じ。あ、だったら知ってるでしょ、いろはさん。富里のスイカマラソンエントリーしたことあったら、スイカマラソンって有名なんですけど、水の水分補給が全部スイカなんですよ。で、10キロぐらい走るマラソンで、町おこしでずっとやってるんだけど、その時にね、富里のスイカ食べられるから、抜群にうまいっすよ。抜群にうまいよね。青山童貞なんだ。食ってみ。ほんとうまいよ。青山は絶対食べるべき。俺未だに青山超えるラーメン食ったことないもん。青山いいっすよ。結構都内から成田駅にわざわざ食いに来るファンがいるぐらい、成田の青山有名。ただ、食べログとかだと星3とかすごい低いけど。俺は青山の味が一番好きですね。つけ麺は。一旦トイレ休憩します。ちょっと待ってて。Thank you.
新婚旅行で成田、いいよ。他の場所がいいな。楽しそうだね。ありがとう風船。のんたん今元気ないからね。ちょっと元気出てきてよかった。嬉しい。のんたんは部屋の中大好きだから。新婚旅行は上國式村とかどう？何でもネタだからね。面白いね。セシボンいらっしゃい。成田周辺の地図見たけど千葉って広いよな。千葉でかいっすね。だから俺は逆の意見持ってて、東京ってすごい狭い街だと思ってて、びっくりする。新宿と中野と渋谷がもう歩いて行ける距離じゃん。で、山手線一周できちゃうじゃん。成田だったら考えられないからね。だいたいね、駅に行くまでは僕歩いて40分かかるんですよ。成田駅に行くのも神津の森の駅に行くのも。体はね、鍛えてるわけじゃなくて、花火が上がったらダンベルやるっていうことをやってたら、なんか1ヶ月でムキムキの腕になっちゃって、俺もうニートで鍛えないぐらい腕ヒョロヒョロだったんだけど、なんか腕が太くなってるって言われて、で今日パンチングマシンやったら170キロ出たね。初見さんありがとう。コメント、成田で新婚旅行、サンリズカで彼女を喜ばすことができればもうエンターテイナーとして本物って俺が言ってた。まあそうだよね。あ、でも俺成田で全然楽しいスポットいっぱいあると思ってて、千葉官邸団もあるし、印西はあるし、成田イオンショッピングモールセンターあるし、成田は結構面白い街だと思うけど、まあ、東京はかなり特殊っていうか、なんかおかしいっすね。駅が一つ変わると住んでる人が変わるから面白い。成田離婚って言葉懐かしいね。要はハネムーンに行って成田空港で帰ってきて離婚するってやつですね。流行ったよね、成田離婚って言葉。今で聞かないね、成田。てか今結婚もしないしさ、あれでしょ、もうハネムーンに行かないんでしょ多分。新婚旅行全国の旅配信、さすがに連れ回すのかわいそうかな。
旦那様のルーツ探すのもお嫁さんにとっても嬉しいのでは。やだよ、縁切った家族とかと会いたくないもん俺。やだやだ、うん、秋葉と新宿は空気が特殊だよね。わかる、うん、新婚旅行で俺はここで警察に補導されたんだよとか説明するの想像したら笑った。ああそういうエピソードばっかりだよね本当に。成田は思い出がいっぱい詰まってるよね、うん、ボンベルダのクロバッサンのうまさを彼女に教えてあげたいよこれはね成田の人しか笑えないギャグだね。成田人は今爆笑してる。ボンベルタってはどう、わらわら、ボンベルタってって言ってる、うん、ごめん、あのボンベルタっていう百貨店があるんだけど、そこのフードコートのクロワッサンがマジでうまいの、うん、本当にうまいんだよ。ボンベルタのクロワッサンを超えるあのクロワッサンを食べたことがない俺は。マジでうまい、ボンベルタのクロワッサン。あれ何なんだろう、すげえうまいんだよ。爆笑？え、みーちゃんあれなの？あの成田知ってるの？本当に？成田知ってたら結構笑えるよね、ボンベルタは。ボンベルタのクロワッサンとか、あとなんだろう成田、うん、はい、ワードツー、すずさんいらっしゃい。ボンベルタまだあんのかな。北海道か、爆笑できないでしょボンベルタわかんないでしょ。ボンベルタ周辺で活躍されそうになったことあるからボンベルタ嫌い。あー日吉台な、日吉中だね多分。あそこヤンキー多いから悪いやつ多いんだよ。あーチコか、久しぶりじゃん、いらっしゃい。成田って千葉県のど真ん中だね。成田から先はもうど田舎で、成田がギリギリ田舎か都会、都会っていうかまあ住むエリア、もう成田超えるともう本当に何もないっていう。サトシさんはこつ、うん、玉造り中学なの。すげえワード出てきたな。玉中、日吉台、西中。俺は西なんだけど。千葉 VS 茨城構想って何それ。あの、はっきり言うけど、茨城には絶対負けてないよ。これ。あのね、多分ね、わからないから、関東の人とかをもじってるだけで、千葉と茨城だったら抜群に千葉ですよ。で、埼玉と千葉でも俺は千葉だと思ってる。栃木にも勝ってると思う。ただね、横浜には絶対負けてる。群を抜いて負けてる。横浜っていうか神奈川。神奈川には負けていいのよ。ただ、埼玉と千葉は、まあ、怒涛ぐらい。ただ、茨城は入ってこないでって感じ。本当に。茨城に負ける要素ないからっていう。本当にないんだよ。多分行ってみたらわかるよ。よくこれで喧嘩売ってくるなっていう。その茨城県民は。まあ、神奈川には勝てないけど、俺、全然埼玉にも勝ってると思うんだよな。ただ埼玉はね、都内のアクセスがいいから、確実に。アクセスでは勝てないね。まあ、だから、関東圏内3位の県でしょ。横浜はまあ、東京みてえなもんだからな。うん、横浜ってだってそうだよ、全国2位でしょ。大阪にも勝ってるんだよね。
てか大阪ってそんなでかい町じゃないかんね。あ、東京と大阪比べるのも間違ってるね。神奈川に負けてるからね、大阪。神奈川強い。ダントツ。茨城は納豆が有名だし、まあいいんだけど。だから、千葉と埼玉は怒涛と見てもいいけど、住んだことある俺からすると、千葉の方が絶対経済的にもでかいし、経済規模もでかいはずだし、なんだろう。まずね、千葉県にはディズニーランドっていう存在があるから、ここがでかいよね。もう圧倒的に娯楽施設がもうぶっちぎりで勝っちゃってるんだよ。だからディズニーランドがなかったら正直埼玉には負けだと思うけど、ディズニーを持ってる時点で千葉はかなり強いよ。大阪は東京ライバル視してるよね。勝てるわけねえじゃん。来てみろよって、関西人。クソ田舎の、鶴見に住んでたけど、全く不便なかった。ほうほう。東京ディズニーランド、そうそう。だからディズニーランドがあるから、あと、まあ野球場もあるでしょ？幕張メッセもあるんだよ。だってさ、音楽で、そのでっかいアーティストとか来たら幕張メッセとか、ニコニコ超会議も幕張メッセでしょ？幕張メッセ、なんだ？あと、ディズニーランド、あと成田山。成田山は全国の中で初詣、そう、川崎大師、明治神宮、成田山って言われてるぐらい、もうバカ混みするの。だから成田山もあるでしょ？あと何ある？千葉。だから、なんだろう、埼玉県民がね、千葉より勝ってるっていうのは思い込みだよね、あれ。住むだけなら埼玉の方が住みやすいと思うけど、経済規模がでかいんですよ。マーヤン、銀座、新宿、渋谷の服装の子全部埼玉県民。そうだね。だから、そう。埼玉県民は都内に近いし、アクセスがいいから、そう、東京人っぽいんだよ。だから池袋なんか思いっきり埼玉、あれ埼玉だからね、池袋って。俺からしたら。成田山に初詣来ると田舎なのに有名人が普通にいてびっくり。まあそうだよね。有名人いっぱいいるもんね。埼玉スーパーアリーナでやってなかったっけ？まあスーパーアリーナもあんのか。でもまあ、埼玉はギリギリ勝ってると思うな。あと、なんだ。イケアもあるし、船橋、なんだっけ、ララポートもあるし。千葉、家賃安いよ。成田だったらこの部屋多分2万8000円だね。余裕で。成田は2万8000円でこの家住めるよ。3万2000円でも住む、3、2万8000円から3万2000円ぐらいだろうな。めちゃめちゃ安い。だって5万出したら 2LDK 住めるでしょ。家賃の交渉の話してもいいですか？どうぞ。幕張メッセ VS スーパーアリーナだったらスーパーアリーナの方が勝ってると思うけど、忘れないで。埼玉スーパーアリーナって野球場でしょ？あれ。合ってるよね。だったらマリンスタジアムもあるんだよ。だから、マリンスタジアムプラス幕張メッセでスーパーアリーナに勝てますかっつったらスーパーアリーナ負けるでしょ。マリンスタジアムと、あれだよ、幕張メッセって並行してるんだよ。どっちも歩いていける距離なんだよ。だから絶対勝てないよ、スーパーアリーナごとき。空港の近く、あれだって空港の近く全部畑だもん、あれ。3位、そうだね、東京、神奈川、千葉、埼玉ってイメージだね。3位が千葉、俺の中では。まあ千葉と埼玉はほぼ互角だと思う。ギリギリ勝ってるっていう感じ。茨城はこの勝負に入ってこれないのに、やたら千葉意識してくるから嫌なの。勝てる要素ないよって言って、一つもないのに。家賃更新の時期で値下げ交渉しようか。ほうほう。でも2年前1000円下げてもらって、毎年2年行っていいものか。普通に権利、これも人間関係のバランスですかね。いや、安くしてほしかったら、権利は主張すべきでしょ。安くしてほしいっつったら言うべきだよ。ダメって言われたらダメなんだから。全然安くしてくれるっしょ。関東と関西って水と油だよね。俺は関西人っていうか大阪人が大嫌いだから。名前が全てに負ける埼玉。玉って響きで負ける。いや、埼玉別に悪いとは思ってないけど。
埼玉も多分負けると思うんだよな。アリーナだから体育館じゃないかな。わし的にはメッセの方が知名度も勝ってると思う。あーどうなんだろうな、知名度がどっちが勝ってるか分かんないわ。やっぱそう住んでたっていうのでどうしても千葉寄りに考えちゃうね俺は。ただね、千葉の悪いところもあるんだよ。アクセスが悪すぎる本当、うん、千葉で一番東京って江戸川区とか小岩とか葛西とかだから何にもねえんだよね。ベッドタウンなんだもん。うん、あふわっちは全然だよ。稼げるし、リスナーさんの質も高いし、嵐コメントないし、完璧なサイトだって言ってるじゃん。リスナーの質がめちゃめちゃ高いよ。大阪より京都の方が、人は、ん?人は意地悪だけど。ああ、よく言うよね。うん。うん。うん、言うだけ言ってみれば。全然え?何の音?のんたん?なんかやってる?チキン食べていい?あ、いいよ、いいよ。食べな、食べな。うん。部屋で歌ってたら、親にキレられた。総武線と常磐線混みすぎ。わー。俺は京成派だからな。東京行くときはずっと京成で行ってたね。大阪はノリが嫌い。なんか、笑いの押し付けがすごい嫌だ。なんか、面白くもないくせに、あいつら自分のこと面白いと思ってるじゃん。ほんとつまらないよね。なんか、ダサい。大阪のノリ、うん。大阪の人で面白いと思ったことないもんね、俺、ほんとに。大阪、京都、神戸も、千葉、でもまあ、神戸はやっぱ横浜って感じがすんな、俺は。横浜が神戸って感じです。引っ越してないよ。引っ越してない。ずっとこの家だよ。うん。京都は意地悪ってか、腹黒いって言われるけど、多分言葉遣いの問題。まあ、そうだろうね。うん。大阪のやつはそんな笑い押し付けないよ。いやいやいや、押し付けるから。めちゃめちゃ押し付けるから。ノリがとか言い始めたりとか。なんか、その、一回一回会話にするのに、なんだろう。うるさい。本当に。うん。なんか、なんつうの、脂っこいっていうのかな。で、本人たちは、なんか、大阪おもろに、なんか、誇りを持ちすぎてるけど、大阪で有名な漫才師なんかいないかんね、本当に。横浜も神戸も港町だから。港町はやっぱおしゃれになるよね。異文化を取り入れるから。大阪と沖縄のノリ一緒だと言われる。あ、全然違う。俺、親戚沖縄だから。うん。いや、大阪の女の子はいいの。大阪の男が大嫌いな、俺は。ほんと。大阪の男ってだけで俺ほんと友達になれないもん。これマジだから。小説家森見富彦の影響で京都のイメージがどんどんおかしくなっていく。今の大阪はドライ、昭和は知らんけど。あ、そうなんだ。前は床に座って配信してたような。何年前の話よ。何年前の話よ。もう3年ぐらい住んでんだから、ここに。浦和埼玉市構想。ああ、あるね。わかるわかる。それはあるだろうね。うん。大宮とかね。でも、そこは住んでみないとわかんないから一概に言えないかな。うん、住んでないから土地勘がないから埼玉のことは突っ込めない、うん、まああるだろうね。ただね、千葉県は結構特殊で、千葉県出身の芸能人見るとあ、わかるってなるよ。千葉の芸人さんとか千葉出身の芸能人作家とか、要はね、花がないんだよ。花がなくて、変なやつが多い。ゆうこりんとかさ。わかる?なんか、変だぞっていうかさ。千葉出身のタレント、バンプオブチキンとかさ、もう千葉の匂いプンプンするもんね。千葉の著名人見てみようか。なんていうんだろう。なんかちょっと暗いんだよね。あと、あの、女の子もそうだよね。うん。小島瑠璃子、知らない、誰それ。千葉出身の有名人、
タレント藤木直人、藤木直人、この人も千葉なんだ。ああ。知らない人ばっかりだな。なんか微妙なんだよね、千葉の人って。X ジャパンは、そうだよ、YOSHIKIはだって調子の方でしょ。そうだよ、千葉だよ、うん、まあ、ヒデとか沖縄だけど、うん、伊能忠敬は千葉県民の誇りだから唯一歴史上著名なのって伊能忠敬ぐらいじゃないの、千葉県って。まあ、俺がいるか。え、小島よしおも千葉なんだ。稲毛育ちなんだ。また微妙。ナオトインティライミ千葉育ち。へえ。え、南海キャンディーズって千葉なんだ、山里。なんか微妙だよな、ほんと。南海キャンディーズ千葉だって。歩いて地図作った人ね。あと劇団ひとりとかね、千葉っぽいよね、劇団ひとり。あ、劇団ひとりわかるわ、千葉っぽいの。高橋由伸、キムタクも千葉なんだ。マツコデラックスも千葉だ。結構いるんだな。なんかでも、なんか一癖二癖あるよな。うん。小堺一樹、中尾明も千葉なんだ。長嶋茂雄がいたよ、我らがスター、長嶋茂雄がいたよ、桜市。うん、どうでしょうつって。うん、アラスカに住んでたの劇団一人。ああ、伊能忠敬は測量の方法を作った人で、生きてる間に地図は完成させない、列車が完成させてんだよね、本当は。あの、杭を打って歩いて測量するって、海岸沿いをひたすら歩くっていう測量方法を思いついた人なの。バンプオブチキンはね、桜だからね。うん、あ、猫ひろしもそうなんだ。っていうかさ、照り焼きのダブルバーガー食ったんだけど、クソまずかったわ。あのさ、2枚パティが入ってんだけど、肉が2枚なの。だから楽しみにして食ったけど、めちゃめちゃ脂っこいし、しょっぱいし、もうタレがどぎつい。照り焼きは1枚だわ、やっぱ。枚数増やしたらうまいってわけじゃなかったわ。昨日の夜中飲んだんと食べたいと思って行ったら売り切れだったんだよ。で、今日の昼間食ったんだけど、ダメだわ。照り焼きは1枚がいい。有名どころいるんだけど、なんつんだろうな。なんかくすぶってるっていうか、なんか変、性格に癖があるっていうか。幸福の科学の本部も千葉にある。あ、そうなんだ。知らなかった。マックはチーズバーガー派なんだ。照り焼きだな、俺やっぱ。照り焼きはくっそうまいってイメージがある。照り焼き大好きだよ。地位武雄の出身地。ああ、朝マックうまいよね。コストパフォーマンスやばいよね、朝マックは。マフィンがうまい、やっぱり。朝マック好きだよ、俺も。そもそもマック嫌い。珍しいね、マック嫌いとか。あ、モスの照り焼き食ったことないから、今度食ってみようかな。
朝マック友達と行ってフィッシュバーガー頼んだ時はこいつ友達やめようと思った。いや、フィッシュバーガーうまいでしょ、全然普通にうまいと思うよ。今日はたくさん千葉について学んだから今度行く。海ほたるも千葉になるの。木更津とどこを結んでるんだっけ、海ほたるって。横浜と木更津を結んでんのかな、うん、海ほたるは高いよ。でもあんな千葉県民使わないっすよ、あの浜港が作った利権だから。なんで政治家って道路作りたがるんだろうね。残るからかな、勲章なんだろうね。なんか地元に道路作ったっていう発想がさ、田中角栄の頃から変わってないんだ。あんな海と海結んでどうすんだよっていう。安くしないと意味ないでしょ。あー、シーチキンのいい匂いする。ツナご飯食ってるでしょ。うまいよな。うん、くそいい匂いするわ。パクチソンの通りな。大豆食うの健康的だな。なんかやりてえな、なんかやりてえな、なんかやらない？今から外配信やる？調子って魚うまい？あ、まあっていうか魚うまいっすよ普通に。成田とかでも、うん、回転寿司とかも別に普通にうまかった。調子に行かなくてもうまい。あの普及してる魚が、インフラが多分整ってるんだと思う。喧嘩突？喧嘩突？だって喧嘩突ほど不毛なものないんだもん。なんかって漠然としすぎ？何の話してんの？外配信やる？何配信やろうかな。なんかないかな。香川にして？よくわかんないんだよ。ていうかね、俺ね、リスナーが何言ってるか本当にわかんない時あるんだよね。香川にしての意味がわかんないよね。喧嘩突って配信の名物？そうか。あー、やだ。慣れ合い突ほどつまらないもんないから、リスナーからすると。うん。外配信。喧嘩突はやだ。面白くないんだもん。喧嘩突で負けたこと一回もないもん。負ける要素がないんだもんだって。あ、香川に喧嘩突ってこと？やんないよ。うん。やんないやんない。隣人に怒られるまでスティックをで家具を叩く配信。いや、警察普通に来るだけだからな。全然面白くないよね。何やろっかな。あと9分で1回枠切れるから、なんか考えようぜ。いや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 、慣れ合いほどつまんないもんないかんね。何配信やろうかな。カラオケ行くの？本当は今から。カラオケ行きたくない？あ、カラオケ配信かぞるか。何が人増えるかな。何がいいかな。喧嘩突とか流行ったらもう結構前だよね。でもまたツイキャスでなんか再ブームとかあったけど。カラオケ行きたい？いや、でもカラオケかそるんだもん。本当にかそるかんな。花火買って待っとく。やるやる。配信はやるやる。ぜひぜひ花火お待ちしてます。
ノンタンはどんな歌を歌うんだろう。無理してグローブ歌ってたね。この前は無理してグローブ歌ってたよ。ノンタンの声めっちゃ可愛いよ。俺ノンタンの歌好きだよ。さっき聞いて歌うまいなと思った。カラオケ行く ?2 時間ぐらいだけ。行こうよ、ノンタン。デートしようよ、せっかくだから。俺だってまた月曜日から仕事だよ。一緒にゆっくりできないんだよ。夜の歌舞伎、さっき歌舞伎町で配信したばっかりだからな。行こうよ、ノンタン。楽しもうよ、休日。なんかそのデブショーは直した方がいいよ、本当に。行こうよ。デートしようよ。ただ残念ながら俺のデートは二人っきりじゃなくて、必ずリスナーかセットでついてくるっていう。常に監視されてる世界だけど。行かないのんだ。のんた。行こうよ。たまには。カラオケ。行こうよ。え？え？え？なんで嫌なの？だって家の中にいるだけだったら病気になるよ、本当に。のんちゃん。花火プレゼントありがとう。ありがとうございます。花火いただきました。いろはさんから初花火です。ありがとうございます。東京は深夜でも外出先があるっていいな。いや、まあ、あるよ。いや、別に成田でもあったよ。成田でも夜中遊んでたよ、俺。監視じゃない、見守り。助けてくれんのじゃ。俺になんかあったら、ガチッチ。いつものんちゃんは何歌うんですか？いや、いろんなの歌うね。いろはさんから花火いただきました。ありがとうございます。いきます。1回、2回、3回、4回、5回。いや、だって乃木編が住んでる成田じゃないもん。6回。ありがとうございます。あそこは三部郡っていう、あの、市でもないところでしょ。郡でしょ。チッチさんって配信？ガチッチさん配信？いや、ニコ生で配信者でしょ？あの、正義の味方。ニコ生でやってるらしいよ。よいよいいらっしゃい。てか、まあ、俺と、俺の家来た時は、あの、やってるって言ってたよ。ニコ生やってたよ。始めたんじゃなくて、もともと配信者でしょ。うん。お前のものは俺のもの。最低な考え方だよ。最低だよ、最低。成田の絞りかすじゃなくて、あそこは成田じゃないから。なんでさ、三部のやつって、え、三部って成田に合併したんだっけ？え、もう成田なんだっけ、あそこって。あそこ成田か。そうそう、三部って言われると、俺らの世代ってまだ合併前の気分だから、そう。そっか、もう成田なのか、あそこは。うん、のんたん守ってくれんの。ありがとう。頼もしいわ。もう成田か。合併したのか、三部は。それは悪かったわ。正式に成田市になってるんだったら認めるわ。何やろっかな。夜中やることねえんだよな。三部のあたりは成田と合併しようと思ってノーと返答された過去が。じゃあ成田じゃねえよ。あ、いい意味の、いい意味の、お前のものは俺のもの。あ、そうだったんだ。あ、それは申し訳ないことした。何やろうかな。なんか企画やりたいな。なんかねえかな。企画。なんかねえかな。楽しいことやりたいな。ローカルネタ面白いけど、千葉が全くわかんない。そうだよね。申し訳ない。申し訳ない、それは。確かにそうだよね。うん、それはあるね。申し訳ない。もっと早く指摘してほしかった。爆ガゼリーあたりでやめとけって言われてほしかったよ。
心霊配信やる？じゃあ。いいよ、やっても。心霊配信見たい？やる？心霊配信。行く？心霊スポット。心霊いいんだ。心霊、じゃあ新宿の心霊スポット探そうよ。じゃあ新宿の心霊スポット、新宿心霊スポット、スポット、いや絶対出ないとかね。だからまあ面白いかっていう。富山公園行ったけど、富山公園前行ったことあるけどね、まあ、全然怖くねえかんな、あそこ。つまんないよね。新宿心霊スポットないよ。千駄ヶ谷トンネル、フリーマーケットのところ、歌舞伎町で人間観察はリアルに下手打つ可能性あるから危険だからな。歌舞伎町はやめた方がいいと思うよ、本当に。あのガチの人だから。冷やかしとか嫌いだからね。まあいいや、次枠行きます。みんなお疲れい。次枠行きます。すぐ枠開くんで。心霊配信ね、心霊配信ね。うん、お疲れい。一旦すぐ戻ってきます。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。